行きましょう。行きましょう。とりあえず向こう側渡って。これこのまま連れて行けないの？でもとりあえずここら辺って言ってるので、日本ネタカの前にしようか。なんでマルゼの前っていう。セキュリティ的な問題かな。そう、あの、場所バレたら攻撃されちゃう。そう。その割に近くないなんか。場所が。もう来てんのかな？すっぱりしてる。あんまり変わらない？おはようございます。とりあえずお名前の方は書かせていただきましたので。今どこ住んでるの？ちょっと一息みたいな感じ。一息みたいな感じでまだぼかすから。やっぱり、そういうのをちょっと警戒してんの？で、ETC OK で、大丈夫です。はい。じゃお願いいたします。はい。今すごいものが目に見えてしまったんですが、何？あなたの生まれ故郷、富良野じゃねえもん。富良地域は違うけど、あのメロンパンいいんじゃないですか。なんで今週まで来て、あの北海道のものクランといかんのさ。あの名物にうまいものなしって言うじゃないか。結構北海道かぼちゃ嫌いな人多いって言ったよね。ああ、俺も嫌いだわ。食えるけど好きじゃない別に。俺もそうだ。昔なんか、赤ちゃんの時に、赤ちゃんって単純っちゃ単純だから、すごいかぼちゃ食べてたらしくて、親が多分バカみたいに、かぼちゃかぼちゃかぼちゃみたいなかぼちゃ攻めをされた結果、嫌いなこと。まあ、嫌いでもないけど、なんとも言えない気持ちになるよね。出されれば、まあね、そうそのレベルだよ。あと今赤ちゃんって単純がちょっと妙になんかじわじわそう、あ、当然すぎてね、あえて説明いるかなっていうね。逆に複雑した赤ちゃんってなんだろうと思ったら、複雑な赤ちゃんとはと。ほらね、なんか面白み出てくるでしょ。複雑な赤ちゃんでバワーワーみたいな。ママ、これはクネップなのねとかっていう。マイクはないわかるよーっていう。ボーグレット、ボーグレットじゃないか、これなんだ、あつはダッファーズだ。あ、コムギッチだ。知らん。え、みんな知ってるでしょ、コムギッチ。ミッキーマウスだみたいなテンションって言われても困るんだ。ゴムギッチ知らないの。で、何ここら辺のご当地キャラって。そうだ、上里町が。ただ、埼玉のかわいそうなところは、ふっかちゃんとか、コバトンとか、すごい有名なキャラだらけだから、このゴムギッチも十分インパクトのあるキャラのはずなのに、埋もれちゃってるっていう。アイドル戦術みたいな。そうそう。かつて車と一体となっていた日々を思い出したでしょ。俺ね、悪いけどそんなにね、そんなに走ってねえんだ。そんなに走ってないし、なんだったらあれだもんね、ドア外れた状態で帰宅した。そう、外れてはないんだけどね、ベコベコになった状態で帰宅したから、だってでもほぼもう外と一体になってたんでしょ、多分。窓はなかったよ。真冬？冬だね。冬
冬の時期にあれだよね、峠でぶつかったという。そう、半回転してね、うん、しかし原理はよくわかんないけど、このカメラ立ってるからなぜかはわからないけど、物理の法則から言えば多分倒れて叱るべきだ。で次を右です。あれでもなんかあそこに卵って書いてある。卵の、なんとかの卵。我が家の卵。次は前方右、ここじゃね？一時停止です。その先およそ300メートルで前方左。スリッパの色で喧嘩しようないようにしようかな。めっちゃうまそう。何があるか分かんない。そういうのかな。すみません。はい、どうする、こっちにする、僕にしようかな。新しい。卵ですよね。卵の切り玉どうしようかな。大地か切り玉かみたいな。大地は何が違うの？腰。これがさらに、あの、あれじゃない？この鳥。鳥が、うん、地鶏。カツだ。カツがさえ乗ってるんだ。あ、いいな。大地色にしようかな。はい、おお。すいません、偉い。偉そうな主任。うん、偉そう。俺偉そう。偉そう。うっつったのも、まあ、絶景だよ。あ、すごい。ナスもありますよ。バッチリだね。ご希望のナス。ナスを克服した俺にはもう何も怖いもんねえや。秋ナスは嫁に食わすな、なんつってか。笑いどころがわからんもんね。いいよいいよ、奥から奥からでしょ。田中角栄もご満悦な感じの。そうなんだ、ね、適当。角栄食ってたのかな。角栄よく食ってたね。スナック感覚で食ってたって話聞いたよ。スナック感覚で。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、まあ綺麗な橋。なんか他にあるかな、大丈夫かな。グラサン、うん、ぐらいかな。 OK。 一般道、その先国道353号線を通るルートです。精神の要だ。いやー、しかしうまかったな。
な、トンネルは趣があるな。やっぱまっすぐが好きだな、カーブしてるやつよ。まっすぐが逃げた。いや、俺はだいぶ間がひねくれてはいるよ。いや、でも逆にね、逆にだからこそまっすぐなトンネルに惹かれるはあるかもしれないね。なんか人間って逆らしいからね、うん、逆張りするからね。なんかよく言われるのは、綺麗な絵を描く人ほど心がやべえ的な、内面がやばい。逆にそのグロテスクとかそういう絵を描く人ほど意外とピュア、ピュア、ピュアだっていうことは、なんか美術学校の時より散々言われた気がして。そうなの。なんか美術予備校みたいなの通ってたよね。行ったよ、散々。やっぱりデッサンが釣りやるの。デッサンばっかりだよね。あ、そうなんだ。一日中デッサン。まあ、確かにその平面構成って言って、うん、アクリル紙とか絵の具を使ってやるのもあったけど、ほぼデッサン。あ、大地の芸術祭の里来たね、とうとう。やっと